折姫神社から眺めた足利市街地と、渡瀬川折姫神社は、栃木県足利市西宮町にある神社である。1200年以上の伝統と歴史を持つ、足利織物の守り神であり折姫山の中原に、立つ朱塗りの美しい神殿は、足利名称の一つともなっている。古墳跡もある。1705年に、土地住民により創建された。後に、 通り四丁目の薬物神社の境内医者として祀られた。そして、織姫神社は1879年8月24日に、通り四丁目の薬物神社から、織姫山に遷座されたが、1880年9月10日に火災により消失した。しばらく仮宮のままであったが、1934年に再建事業を開始し、1937年に、 現在の社殿が完成した。平等院法王堂をモデルとしたという。織姫神社は一時衰退したが、平成期になってから林義郎によって再興された。祭神は雨の御ほの命と八千姫命である。神社造営費は幅2.7メートル、高さ7.5メートルで、大学は金子健太郎、専文は徳富祖宝、書は書家の岩沢良一の手による。 2004年6月9日に、社殿、神楽殿、社務所、長寿社が登録有形文化財に登録された。2010年7月より、織姫神社と同市内の門殿稲荷神社を中心に、足利姫玉という燃え起こしが行われている。縁結びにご利益があるとされ、2014年に恋人の聖地に選定された。2014年7月に、 折姫神社入り口歩道強化に、姫ちゃん広場という休憩所、案内所が建設された。地域の個人が足利市活性化のために土地を購入、足利元気隊いい猫の店が同場を管理し折姫神社への観光客や、地域住民の休憩所となっている。また同月、隣接する折姫公園とともに、日本夜景遺産の認定を受けた。年、 月の風景が一般社団法人夜景観光コンベンションビューローの選ぶ日本百名月に認定された。神社周辺は足利県立自然公園となっており、境内はハイキングコースの発着点でもある。神社裏の織姫山一帯は1976年に明治百年記念事業として造成された織姫公園になっている。ありがとうございます。